東大寺の大仏のお見ぬぐいは毎年お盆前の8月7日に行われていますが、新型コロナの影響で去年と一昨年は中止となり、3年ぶりに行われました。大仏の魂を抜く法要が営まれた後、およそ140人の僧侶や信者らが畑やほうきなどで埃を払っていきます。大仏の高さはおよそ15メートル、頭や顔は天井から吊るされたゴンドラに乗って行われました。大仏様も喜んではるん違うかなと、来年再来年もずっと引き続いてやっていただけたらいいなと思います。作業はおよそ2時間で終了し、大仏は再びきれいな姿を取り戻しました。